木下東吉、秀吉、絵本太鼓記巻一冒頭の挿絵、北京岡田玉山が、絵本太鼓記は、江戸時代中期に書かれた特本。豊臣秀吉の生涯を描いた、川澄太鼓記をもとに、竹内格才が文を表し、岡田玉山が挿絵を入れた。全7編84冊。本書は、大阪の下作者、竹内格才がやはり、大阪の挿絵師。 岡田玉山と組んで出版した一連の特本の一つで完成9年に初編が刊行された。当初はこれで完結するつもりだったが、これが代表版となり、読者の要望に応える形で、以後今日は2年まで5年間に7編84冊が刊行された。また、本作の人気に便乗して、完成12年7月には、近松流、近松古水券、 近松千葉県合作による人形浄瑠璃絵本対抗期が大阪豊か畜座で初演。翌年11月にはその歌舞伎版刑法対抗期が大阪か土芝居中山座で初演され、いずれも大当たりを取った。こうして本書の人気が半ば社会減少化する中、文化元年には版元が突如本書の絶版を、 命じられており、その評判の高さが抗議を危惧させるほどのものだったことが伺える。題名に関した絵本は本書が特本でありながら数多くの挿絵を全面に打ち出しており、さりとて絵像紙と呼ぶほど軽薄稚拙なものではなく、むしろどの挿絵も時代交渉に裏打ちされた聖地を極めたものだったことから、これをあえて絵本と言い表したものと言われている。 その反面、今日、秀吉の自責として伝わる逸話の多くは、本作の殉職によるところが大きいと考えられている。ありがとうございます。